中堅八甲。中堅八甲は死去した飼い主の帰りを東京渋谷駅の前で約10年間迎えに通ったという犬である。犬種は秋田犬で名前は八。八甲の愛称でも呼ばれている。渋谷駅前には蜂の銅像が設置されており、この中堅蜂像は渋谷のシンボルともなっている。蜂は飼い主が死亡した後も、 駅前で帰りを待ち続けた中堅として知られる。東京、渋谷をはじめ、ゆかりの地には像が置かれている。特に、渋谷駅前の八甲銅像はいつしか待ち合わせの目印として使われるようになり、その銅像周囲は待ち合わせ場所として、八甲舞などとして親しまれている。八の飼い主は、東京府豊玉郡渋谷町をお迎え、現、 東京都渋谷区小島一丁目に住んでいた東京帝国大学教授上野秀三郎であった。彼は大変な愛犬家であり、出かける時には渋谷駅まで蜂を伴うことも多かった。しかしながら蜂を飼い始めた翌年にあたる1925年、大正14年に上野は休止した。上野秀三郎の死後も渋谷駅前で亡くなった飼い主の帰りを 毎日待ち続けた蜂の姿は新聞記事に掲載され、人々に感銘を与えたことから、中堅、蜂公と呼ばれるようになった。さらに、1934年、昭和9年には、渋谷駅前に蜂の銅像が設置されることとなり、その除幕式には、蜂自身も参列した。同じく1934年、昭和9年に、 尋常小学校2年生の修身の教科書には、恩を忘れれるなの話題として、蜂の物語が採用された。これをファシズムと関連づける見解があるが、1936年、昭和11年発行の修身教科書の、恩を忘れれるなの話題は、大正時代の修身教科書、恩を忘れれるなの話題、長田佐吉の恩返しに戻り、1938年、 昭和13年発行の修身教科書の社恩の話題は、大正時代の修身教科書の社恩の話題、豊臣秀吉尾根夫妻の恩返しに戻ってり、蜂の物語は二度と修身教科書に採用されなかった。蜂の銅像は、第二次世界大戦中の金属教室によって破壊されたが、戦後再建され、現在に至るまで渋谷のシンボルとして、また、 渋谷駅前における待ち合わせの目印となって、立像している。八は1923年、大正12年11月10日、秋田県北秋田郡に田村、現、大館市大井古内の斉藤義和宅で八人兄弟で誕生した。父犬の名は、大市内、大井古内、母犬の名は、駒、ま、まで、赤毛の子犬であった。 東京帝国大学の音楽部で教授を務めていた。上野は、秋田県の子犬を飼いたいとの希望があり、蜂は、世間勢という人物によって、上野の元へ届けられることになった。蜂の価格は30円、当時であり、生後間もない1924年、大正13年1月14日、米田原に入れられて、大館駅を出発。 急行第702列車の荷物車にて20時間の移動後、東京の上野駅に到着した。上野の居宅は、東京府豊玉郡渋谷町大寺中渋谷座、大向かい834番地、現、渋谷区小島一丁目付近にあり、蜂は、ジョンと S という2頭の犬たちと共に飼われた。このうちポインター犬のジョンは、特に蜂の面倒見が良かった。は、 玄関先や門の前で主人、上野を必ず見送り、時には最寄り駅の渋谷駅まで送り迎えすることもあった。鉢を飼い始めて1年余りが経った1925年、大正14年5月21日、主人、上野は農学部教授会会議の後に脳一血で倒れ、休止してしまう。蜂はこの後3日間は何も食べなかった。同25日には、 古酒、上野の通夜が行われたが、その日も八は、ジョンとエスと一緒に、上野を渋谷駅まで迎えに行っていたという。その後、八は、上野の妻、八重の親戚の日本橋天馬町の五服屋へ預けられるが、人懐っこい性格から店に客が来るとすぐ飛びついて、しまうため商売にならず、そのため浅草の高橋千吉、高橋根の吉宅へと移された。しかし、 蜂の上のを慕う心は華だしかったためか、散歩中に渋谷へ向かって一掃するなどのことがあるほどだった。さらに、ここでも蜂のことで、高橋と近所の住人との間で、揉め事が起こり、蜂は再び渋谷の上の宅へ戻されてしまう。渋谷に戻った蜂は、近所の畑で走り回り、作物をダメにしてしまうということから、今度は渋谷の隣、 豊玉邦与畑町大和畑泳ぎ座、富ヶ谷、現、渋谷区富ヶ谷に住んでいた上野宅で入りの植木人で、蜂を幼少時から可愛がっていた小林木久三郎のもとに預けられる。蜂が、代々木富ヶ谷の小林宅に移ったのは、上野が死亡してから2年余りが経った1927年、昭和2年秋のことであった。この頃から、渋谷駅で、 上野が帰宅していた時間に蜂が頻繁に目撃される、うになった。蜂は小林にも年頃に安育されていたのにもかかわらず、渋谷駅を訪れては、道行く人々を見て、食事のために小林宅に戻ってはまた、渋谷駅に向かうということを繰り返していた。蜂が渋谷駅を訪れる際には、途中の渋谷台向きにある旧上野邸に必ず立ち寄って、 窓から中を覗いていたという。渋谷駅前に現れ腰を待つようになった蜂は、通行人や商売人から、しばしば虐待を受けたり、子供のいたずらの対象となったりしていた。一方、上野を迎えに、渋谷駅に通う蜂のことを知っていた、日本圏保存会所大会長、斎藤博吉は1932年、昭和7年、 渋谷駅周辺で邪剣に扱われている蜂を哀れみ、蜂のことを新聞に寄稿した。これは東京朝日新聞に、愛しや、老犬物語というタイトルで掲載され、その内容は人々の心を打った。蜂については、翌1933年、昭和8年にも新聞報道され、さらに広く知られるようになり、有名となった蜂は蜂公と呼ばれ、 可愛がられるようになる。蜂に食べ物を持参する者も,も多く現れるようになり、またその人気から渋谷駅は蜂が駅で寝泊まりすることを許すようになった。蜂の晩年を写した写真では左耳が垂れているが、これは生まれつきのものではなく夜犬に噛みつかれた際の後遺症である。百三十三年昭和八年十一月、蜂が世界的な愛犬団体、 ポチクラブから表彰される。この頃に蜂を正面から撮影した写真を上野宅の近所に住んでいた女性が保存しており、2017年に白木年渋谷区郷土博物館文学館へ寄贈。2019年2月から3月開催の新修造資料展で公開された。1934年昭和9年蜂が映画アルプス大賞監督。 山本か次郎に出演する。この映画で生きている蜂を見ることができる。日本に数年滞在していたブルーノ・タウトは、その日記において1934年10月31日に渋谷駅で蜂公を見たと述べている。人々が優しく撫でていくが、その隣にはすでに大里像が置かれていること、記されている。タウトはこの時、蜂公の写真も撮っている。 上野が死去してから10年近くが経った1935年、昭和10年3月8日午前6時過ぎ、蜂は渋谷川に架か,かる稲荷橋付近、滝沢支店北川路地の入り口、2018年9月13日、渋谷ストリーム駐車場入り口付けで死んでいるのを発見された。ここは渋谷駅の反対側で、普段は蜂が行かない場所であった。 現在の渋谷警察署向かいの山下書店、2018年9月、セブンイレブン、渋谷駅東口店にある橋である。八の死後、渋谷駅では12日に、八の告別式が行われ、上野の妻、八重や、富ヶ谷の小林夫妻、駅や、町内の人々など、多数参列した。また、渋谷、宮にあった友の僧侶など16人による、 土胸が行われ、花は25、聖火200、手紙や電報が180、200円を超える光伝など、人間さながらの葬儀が取り行われたという。8は、上野と同じ青山霊園に葬られ、4メートル四方の竹垣で囲った区画の奥には、東京帝国大学教授の音楽博士、上野秀三郎母と刻まれた墓石がある。右手には小さい祠らがあり、 これが蜂の墓である。死体は坂本貴一と内弟子の本田進によって剥製にされ、現在は東京、上野の国立科学博物館に所蔵され、幾度となくメディアにも登場している。蜂の死体が発見されて間もなく、死体の病理解剖が上野の勤務先であった東京帝国大学の学部において行われた。解剖の結果、 蜂の心臓と肝臓には大量のフィラリアが寄生し、それに伴う腹水が貯留していた。また、胃の中からは、焼き鳥のものと思われる串が3から4本見つかっている。解剖後、蜂の剥製が作成され、内臓はホルマリンにつけられて保存された。これら臓器については、ホルマリン液交換の度にじっくり観察すると主要らしきものが見られることが従来から認識されていた。 組織標本採取の機会に恵まれた2010年、平成22年の暮れから、精密検査が行われ、フィラリア症は中程度、決定的致死原因にひずれあって、心臓に重度の心順性癌が,が、肺に転移性の癌が,があることが確認された。この再検査の結果は2011年に発表された。8の臓器標本は現在、東京大学農学資料館。 やよいキャンパスのお正門を入ってすぐ右に展示されており、フィラリアが寄生している様子も観察できる。蜂の死体は、東京帝国大学で、病理解剖後、3月10日に、東京科学博物館、現在の国立科学博物館別館の木工部工作室に届けられ、そこで、坂本貴一と内弟子の本田進によって北製に、された。の白星の製作は、 一般には、坂本貴一とされている。坂本貴一は、日本の白製政,政策の元祖と言われている、坂本福次の息子であり、坂本式白製法を体制させた人物である。しかし、蜂の白製政,政策以来が来たとき、すでに坂本は高齢であったため、実際の白製政,政策はない弟子の本田進が担当した。斎藤博吉は辞書、日本の犬と狼で、 坂本とホンダは、白製室内には完成までは一切他の人を入れず二人で、こもって製作を行っていたが、自分だけは時々入室した、と記載している。東京科学博物館に届けられた蜂の死体はひどく、汚れて、周期も発していたため、まず時間をかけて、念入りな洗浄が行われた。蜂は、治病のフィラリアがあったため、により放射治療が行われたが、 注射を打つために前足の毛が反られており、四肢の内側を剥ぐために皮膚の切開を行うと皮膚が浮き上がっていて皮下に溜まっていた注射液が流れ出した。毛が反られた部分は他の部分から毛が移植された。垂れた左耳は内側の軟骨部が付け根部分で噛み抜かれており、胃には焼き鳥の串が数本あった東京大学の解剖記録によれば、 胃の中に折れた櫛が数本あったが壁に刺さってはいなかった。製作は、石膏で精密な素像を製作し、その上に毛皮を被せる手法、坂本式剥製法で作成された。骨格はすべて取り除かれているため、残っているのは爪と死骨だけである。剥製が完成したのは6月13日で、ホンダ進ススが作成したケースに収められ、2日後の15日に、 東京科学博物館で海岸式が取り行われた後、一般公開された。制作者の本田進む86歳児の10回によれば、八白星の胴体には、後々のことを考えて、いつ死に、いつ作られ、誰が作ったのかを記載した封筒をこっそり収めた。何万点も、白星を作ってきたが、そんなことをしたのは、蜂の白星だけである、と記している。 国立科学博物館上野本館の日本館2階北翼に展示されている。2019年5月には、大館市館高校留施設、秋田県の里開館のため貸し出された。新聞報道によって、中堅、八校が広く知られるようになった翌年である1933年、昭和8年頃、八の美談に感動した、定点彫国審査委員も務める、長宗家。 安藤寺氏は、かねて、より知り合いであった、斉藤博吉に、蜂の銅像を作りたい希望を伝えた。この結果、日本圏保存会からの依頼により蜂の像が、作成されることとなり、上野の死後、1927年、昭和2年から蜂の飼い主となっていた、小林菊三郎は、モデルとなる蜂を連れて、代々木富ヶ谷の自宅から発大にある安藤のアトリエまで、毎日通った。 しかし、安藤が蜂構造を作っている最中、蜂に関する剣をすべて上の家から託されたと自称する老人が現れ、美術院同人の大口青穂に蜂構木造制作を依頼するための資の集めと、称して絵葉書を折り始める事態が発生した。そのため、安藤はそれを阻止する意図でより早く銅像を作らなければならなくなり、蜂が生きているうちに銅像が建てられた経緯がある。 動物の銅像が、その存命中に建てられるのは極めて異例である。1934年、昭和9年1月には、中堅八高銅像建設主遺書が作成され、銅像建設の募金が開始された。日本堅保存会が発起した資金集めには、鉄道所管庁も講演した。同年3月10日午後5時から、神宮外苑の日本青年館で、 八と共に北起人の斉藤博吉、上野美望人などが参加した銅像建設基金募集の優が開催され、約3000人が八を見ようと集まった。その後、同年4月21日には渋谷駅前に中堅八構造が設置され、盛大に行われた銅像の除幕式には八自身と300人もの著名人が参加した。生存中に自らの像が作成。 設置された蜂であったが、除幕式の翌年、1935年、昭和10年3月8日に死んだ。この際、蜂構造の周囲は、花輪で埋まり、大勢の人々が集まって、蜂の死を哀れんだ。時同じくして、日中戦争から太平洋戦争にかけての国内情勢から、金属物資の不足が深刻化し、1941年、昭和16年に、直で、 金属類回収令が施行。これにより、八構造が金属教室されることが東京鉄道局より通達される。これを知った斉藤は、八構造が金属教室されることを阻止する目的で抗議活動を起こした。その内容は、安藤の制作したこの銅像の芸術性を訴えかけたり、さらには、自らが同じ分量の銅を捻出する旨を伝えたりするなどしてまで、 銅像の妖怪を断固として、退けようとしたという。しかし、国内の様々な銅像や盆晶、庶民の有する細々とした金属製品までが供出される中、渋谷駅前という目立つ場所にある、八構造が供出されないのでは他に、示しがつかないため、1944年、昭和19年10月に、戦争が終わるまで別所にて保管するということで、表向きは、 撤去という扱いで決着がついた。同年10月12日、渋谷駅では、八構造に日本国旗のたすきをかけるなどの出陣式が行われた。戦争が終わるまで別所にて保管するとなっていた八構造であったが、ポツダム宣言受諾を日本国民に伝える曲音放送の前日、1945年、昭和20年8月14日に、 鉄道省浜松港基部で妖怪されてしまった。妖怪された八構造は機関車の部品となり、東海道線を走ることになる。八構造を製作した安藤は、1934年、昭和9年、両子皇后、後の皇順皇后が八公の美談に感銘を受けたことを聞き及び、像を献上することを思い立ち、 改札前で寝て待つ蜂をモチーフにした小型の蜂の伏せ像を渋谷駅前に混流される銅像と同時に制作した。この駐造の中堅蜂甲伏せ像は同年5月10日、斉藤博吉執筆による八次席概要と合わせて天皇、昭和天皇、皇后、皇太后、丁明皇后に献上された。安藤はこの中堅八公伏せ像のレプリカを駐造して、 所持していたが、1945年、昭和20年5月、アメリカ軍による東京大空襲で死亡。レプリカの所在も不明となった。その後、安藤の息子で、同じく彫刻家の安藤氏が、足の折れた状態のレプリカを、防府のアトリエ跡から見つけ出した。2010年現在、安藤氏はこのレプリカを保管している。なお、 安藤氏は2019年1月13日に95歳で死去。安藤テラ氏が制作した中堅八構造は戦争によって失われ、安藤も戦災死してしまったが、終戦からわずか3年後の1948年、昭和23年8月、安藤の息子である安藤氏の制作によって再建された。敗戦後の日本はだ連合国軍の占領下にあったものの、 中堅、八甲の物語は、戦前に、すでに欧米に紹介されており、再建にあたっては、その物語に感銘を受けていた、連合国軍最高司令官総司令部の愛犬家有氏が、有形無形の支援を行ったとと伝えられ、この再建像の除幕式である8月15日には、GHQ の代表も参列した。戦後の物資不足により、安藤氏は、老夫が残した作品、 大空に追いようかて新たな八構造を鋳造した。再建に際しては、名称が問題となり、軍国主義を思い出せる、中堅という言葉ではなく、愛犬八構にしようという意見があったが、最終的に、中堅のままとなった。また、再建直後の同年8月30日には、来日したヘレン・ケラーが、渋谷駅前を訪れて、八構造に触れている。 1960年代では、八甲像の知名度は高かったが、八甲の歴史について知っている人は少なかった。1980年代に東急グループが映画などによって、八甲を渋谷駅のランドマークにしていったこと、再び八甲の由来が有名になっていった。八甲像建立50周年にあたる1984年4月8日の八甲祭りにおいて、 東京大学農学部農学資料館に展示されている上野秀三郎郷像が特別に運び込まれ、銅像同士の再会を果たす。像が設置されている広場につながる渋谷駅の玄関口には、八甲口という名称が付き、渋谷のスクランブル交差点につながる人通りの多い場所であり、待ち合わせの名所としても知られる。再建当時は、駅前広場の中央に鎮座していた。 中堅蜂構造であるが、1989年、平成元年5月に、駅前広場が拡張された際に移動され、同時に、それまでの北向きから、東向き、八構口,口方向に修正され、駅の出口の方向へ蜂の顔が向く形となった。また、像の台座の高さも像に触れやすい高さに変更された。山形県の藤島町役場、2005年より、 鶴岡市役所藤島庁舎には、正体不明のまま保管されていた石膏製の犬の像があったが、これは2006年、平成18年、地元の薬剤師、高宮博氏によって渋谷駅前に再建された中堅八甲像の試作品であることが明らかにされた。この石膏像は、再建像を制作した彫刻家安藤氏によって1947年、 昭和22年に制作されたもので、実際の銅像の完成後には安藤が作業場として使っていた借屋を家財ごと女優の三条美希が購入ったことがきっかけで、三条の父で藤島町出身の佐藤演じ、元俳優、映画制作会社役員の手に渡った。その後、持ち主を転々として、最終的に1985年、昭和60年藤島町役場の新庁舎。 完成記念とし、建設会社から役場に寄贈されて、保管されていた。この事実が判明後、鶴岡市役所藤島庁舎はこの像を展示し、一般に公開していた。2012年、平成24年6月24日から JR 鶴岡駅構内に、ひな人形展示の時期を除き公開されている4月15日から翌年の2月15日まで、 この試作像が見つかった鶴岡市は中堅八甲を世に知らしめた斎藤博吉の出身地でもあったことからこれらに関する活動が盛んに行われるようになった2006年平成18年11月3日には鶴岡八光像保存会が設立された同会は八光石光像の保存や普及斎藤博吉の異業の普及及び八の兄弟子孫の調査などを 活動内容としている。初代会長には、石膏像の出自を明らかにした、薬剤師、高宮、副会長には、勝木正人と、事務局長には、黒羽陽人が就任した。蜂のことを新聞に投書した、斉藤博吉によれば、駅員や焼き鳥屋にいじめられる蜂がかわいそうなので、日本犬の会誌にこのことを書いたが、 より多くの人に知ってもらうためにと、朝日新聞に投書したという。斉藤は、次長、日本の犬と狼の中で、次のように記している。この一例の美談に対しことを唱える説も、存在している。哲学者の高橋昌二は、当時、上野秀三郎の近所に住んでおり、渋谷駅で待つ蜂も目撃しているが、上野は、大学教授という職業柄通勤時刻が不規則な、 上、蜂も通勤に関係ない時間帯に駅近くをブラブしていた。この蜂の習慣を知らない駅員が勝手に中堅と勘違いした話を戦時中対応された中義という言葉の宣伝のために利用されたのではないかと推測している。蜂が毎日のように渋谷駅に現れたのは駅前の屋台でもらえる焼き鳥が目当てだったという説もあり、生前の蜂を実際に見ている。 渋谷出身の鉄道気候作家、宮脇俊造によると、1933年、昭和8年当時から、蜂は、駅周辺の人々から与えられる餌を目当てに、しているという噂が立っていた。一方、実際の蜂には、この説と合致しない行動が知られている。また、蜂の美談を世に知らしめた、斉藤博吉は、有名になると、いつの世でも反対派が出るもので、 蜂が渋谷駅を離れないのは焼き鳥が欲しいからだと言い出すものが出た。蜂に限らず犬は焼き鳥が一番の好物で私も小林君もよく買って与えていたがそのために蜂が駅にいるようになったものでないと自身の著書の中で異論に反対している。生後感もなく東京、渋谷の飼い主のもとに届けられた蜂であるが秋田県大館市は 八高生誕の地として、八に関連する活動を多く行っている。当地での活動の始まりは、八の死後4ヶ月余りを経た1935年、昭和10年7月8日、東京、渋谷の八高像と同じ型で作られた銅像が、大田定期前に設置されたことによる。この銅像も、渋谷の銅像と同じく戦時の金属教室によって失われたが、 1987年、昭和62年11月14日に再建、除幕された。この八構造は、晩年の八をモデルとした左耳が垂れた姿の、渋谷八構造とは異なり、両耳とも直立していることを特徴としている。また、大田定期の構内には1989年、平成元年春、JR 八構神社と称する神社が作られ、八泡スチロール製の全長。 全高ともに約2メートルという大型の蜂構造が設置された。これは大館商工会議所が映画蜂構物語1987年公開を記念して作成したものであった交通新聞。後に2009年平成21年10月14日全長85センチメートル重さ30キログラムの制動制、台座、額由来案内板はと和大師の 二代目八甲像、高さ 85cm、幅 40cm、奥行き 90cm に置き換えられ、神社自体も真相となった。この二代目中堅八甲堂像は、2019年5月8日、開館の観光交流施設、秋田県の里に移設された。さらに、2003年、平成15年10月12日には、 八の生誕八十周年を記念し、市内の八の生花前に石碑が設置された。また、翌2004年、平成16年10月には、市内の秋田県開館前に、新たな像、望郷の八構像が設置された。大館市にある、大館樹海ドームは2017年、平成29年4月より、命名権により、ニプロ八甲ドームの名称が付けられる。 上野の生誕地である三重県津市被災地域では上野と蜂が一体となった銅像の設置を目的に募金活動を行うなどしたその結果2012年平成24年10月に被災駅東口にこの一体になった像が完成20日に除幕式が取り行われた2006年平成18年6月13日放送の開運 何でも鑑定団にて、一般男性出演者が、初代中堅、八構造の台座部分に使用された名板を出品。鑑定士により、本物と確認された。2015年、平成27年3月8日、八の80回目の命日、東京大学本郷地区キャンパスの農学部キャンパス、弥生キャンパスに、上野と八が一体になった銅像が完成している。 蜂は毎日渋谷駅に来て行ったため、白い犬だったが汚れてしまい、さらに当時は犬は安産の象徴とされており、心ない人からつけていた道理を安産のお守りとしてよく盗まれていたため、夜犬と間違われて何度も夜犬狩りで捕まっている。しかし、交番で毎日蜂を見ていた警官に助けられて、その度に命拾いしている。蜂は逃げるのが遅かったため、 簡単に捕まっていたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。